おお、なんじゃ。あ、やばいやばいやば。オフ、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 オフよ。オフ。あ、違う、オンだったこれ。危ない危ない危ない。追いつけ、追いつけ。ふぅ。オフだよね。オフになってるよね。大丈夫はい。ということで、皆さん、こんばんは。島津でございます。 アムネシアザバンカー続きからやっていきたいと思います。待って、ちょっと怖いからさ、位置を閉めとこうか。入ってくるよね、鍵がかかるってことは、本当に。まだね、扉の、うん、こっち側には入ってきてるところは見たことがないんだけど、おそらく入ってくると思うんで、ちょっと閉めときましょうね。はい。前回はですね、いろいろなところを回りまして、兵士移住区に、 まあ何かがあるっていうことがねえ、分かったところで終わりました。そして前回ついにこのバンカーにいるモンスター、ね、怪物と初エンカウントしたんですけど、聞いてた話と違って、あいつら光を嫌うから、まあ光を絶やすなってことで発電機オンにして、この兵士居住区に向かったんだけど、 大きな音を鳴らしてしまったら、光がついていようがついていないが、問答無用で襲ってくるってことが分かりましたね。光は嫌いだけど、あそこに息きのいい獲物がいるってことで、ちょっと我慢しようっていう感じで出てくるんでしょうね。だって穴から出てきた後さ、光もろに受けてたのに、バンバンこっちに向かってきましたからね。だから、なるべく音とかを立てて、あいつらを刺激しないようにいかないと、 発電機つけてようが無意味なんで、まあ、そこら辺もね、えー、気をつけていきましょう。あ、あとネズミよ。ネズミ。まさかね、あの、異形のネズミが出てくるとは思わんかった。明らかにあいつらの影響を受けてましたもんね。あいつらが出てきた場合ってどう対処すればいいのかね。とりあえず物投げてみたけど、効いてる素振りがなかったんですよね。やっぱ銃で撃つぐらいしかないんですかね。 とは言ってもね、銃の弾貴重すぎるから、何発あるほら、あと4発しかないから、おいそれと使えないよ。はい、えー、それではね、あの、行きたいと思います。で、結構もうガソリン使っちゃったんで、発電機のとこまで戻ってくるのに時間がかかるから、今回はオフの状態で行きます。えー、それではよろしくお願いします。 えー、場所どこだっけあっちか。来てる来てる来てる。大丈夫。来る際はね、兆候がありますから。土煙が来たら、もうとりあえず近いっていうことは分かってるんで。ここ、あれだね、最適化がされてないとかじゃなくて、なんかローディングが入ってますね。前回もなんか急に固まったけど、あそこで。 頼むよ。もうちょっと長持ちしてくれ全然切れんのが早いぞあったここだったよね前回襲われたところ注意せんとこっちはあ開かないか支流弾があったら開くよね来んなよ 開かない開かない開かないあ開いた来てる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 スイッチの呪術つなぎ注意この区画の電気系統は呪術つなぎの形で構成されているどこか一箇所でスイッチを切るとその後続の場所にも電気が届かなくなるすでに私が伝えたように特別な理由がない限りスイッチをオフにしてはいけない 悪ふざけやいたずらがあれば、直ちにレイナール軍曹に報告する。スタフォード倉庫係。あー、なるほど。電気がこうつながっていってる感じですね。だから一部を切ると、それ以降が。うん。電気がつかなくなるから、ちゅ、ちゅ、ちゅ、注意しないといけない。ゆっくり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 。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫。すげえぐっちゃぐっちゃいってる。 すげぐちゃぐちゃいってるすげえぐちゃぐちゃいってるなんで開かないのよちょっと待って待ってガチコアだってオッケーオッケー鍵閉まんねえのかい あれ、奥に何回いるぞ。待って、みんな、奥に何回いるあれなんだ、なんだなんだ、みんな。奥に何回いるよ。動いてるよ。ネズミネズミかあれ。んなんだ、あれ。うん、あれ、ネズミだ、ネズミだ。ネズミが食ってるわしを、死体よ。 方法って何なんですかね正しい対峙方法なんてあるんですかねうわ、でかっか。でかい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 。あ、トラップあった。この前これに引っかかったんだ。前回。ここで死んだもんね。ちょっと待って。気づいた大丈夫もうやめて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 。 ニコライの未発想の手紙。差出人、ヨハネス・ニコライ。1916年5月5日。愛する君に。小包ありがとう。中に入れてくれたチョコレートは特別な日のためにとっておくよ。写真も大切にする。何かの戦闘行動のためにここに配属されてから1週間になるけど、これまでなかった種類の恐怖がバンカーに広がってる。 昨夜、寒気を感じて目が覚めた。バンカーの奥から奇妙な声が、音が聞こえてくる。うなり声か、泣き声のような、あるいは遠吠えか。その音を調べに行くと、例のローマのトンネルの入り口にたどり着いた。音はトンネルの中から聞こえてくる。トンネルの中は暗闇に覆われていたけど、中を照らす気にはなれなかった。 その中で一体何を見ることになるのか、そう考えると恐ろしくなったんだ。突然、暗がりの方から何かが大きな音を立てながら僕に向かって這い回るように突進してきた。それが影の中から現れた瞬間、僕は拳銃に手を伸ばし射撃態勢を取った。それはトゥさんだった。彼も目を覚まして僕より先にここに来たらしい。 でも僕とは違って音の正体を調べにトンネルの中へ入っていったそうだ。彼はあそこで何かを見たと言っていた。僕たちがあの入り口前に立っているとあの声が、遠吠えが聞こえて距離を取った。夢中で後退した。どこまで逃げたのか思い出す気にもなれない。 あの時僕たちはすでに正気を失っていたのかもしれないけど、そうでないなら確かにあそこに何かがいた。結局あそこで何を見たのかトゥさんが話すことはなかった。読んだら早めに返事を書いてね。愛してる。ヨハネス。これが発想されてないってことは、まあ、何こらいはなくなってる可能性が高いですね。 やっぱね、予想通りだったね。ローマのトンネルからこいつら出てきたんだ。ということは、ローマのトンネルイコール人工物なんで、地底人説の可能性もちょっと高まってきましたね。地底に閉じ込められて、うん、順応した生物。元はね、人間。そういった話、ちょろっと多分前回してると思うんですけど、ね。 そっっちも濃厚になってきましたねでネズミどうするアンパーなんでここにいんのよこれさトラップさ解除できないのちょっと待ってゆっくり。大丈夫待ってね。あトラップ解除できねえんだ。ちょ来てる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 。歩いてる。 っていうか、ここで会ってんのあネズミいや襲っては今んとこ来ないけどちょっとこれさ中央に置いとこうぜ中央にいつでもバボれるように怖いおっ入ってきた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 確定確定確定 いるいるおるぞおるぞおる,るぞおおおーおーおーいやここでバボれねえわここでバボれねえわああた多分光つけたら一発でバレたね光がついてるときは F を押してうんしまうのがいいっぽいね 危なかった、間一発。でもバボレン勝った。さすがにこの距離はバボレン打ちたかったけど。あいつらネズミは、近づかなければいいんだよね。多分。なんだなんかあるなんかあった。トゥサンの日記。1916年5月16日。ノワイが例のトンネルで見つかった記述の話を 俺たちに広めている。あのトンネル網がかつてどう使われていたかといった内容だ。だがそもそも俺には彼の話を聞く必要なんてなかったんだ。あそこがどんな場所な,場所なのか、すでにこの目で見たんだからな。俺はあそこにいた。あの暗闇の中に。今や俺は毎晩夢を見るようになった。本当に現実のような夢で、 むしろ起きてる時の方が夢なんじゃないかと感じるほどだ。夢の中で俺は何かの儀式に参加していて甘くてとろみのある液体を飲み始める。鼻水や蜂蜜のような感じだ。ゾッとするような感覚なのになぜか魅力的にも思える。それを飲み干すと体が温まるのを感じた。 そして俺の心は、血、肉などあらゆる肉欲に対する強い渇望で満たされた。俺の他にも周りに誰かがいて、その体はわずかに揺れていた。彼らが誰なのかわからない。顔は隠されていて見えなかった。そして俺はなぜか理解していた。これから俺は彼らと同じ種に使え。 彼らと共に終わりなき彼女の王国に迎えられ、その身分を与えられる。不死という身分だ。夢の中で俺がやったことは、目まぐるしいほどの恐怖と流血の連続だった。あれに比べれば、戦場で積み重ね,み重ねた死体の山など子供の遊び程度に思えてくる。いつも恐怖に満ちた状態で目を覚ましたが、 夢の中では公用していた。最悪なのは一日が終わって就寝時間が近づくたびに眠ることへの渇望にかられることだ。またあの場所に戻りたい、あの空気を感じたいと思うようになり、暴力と狂気、そして漆黒の暗闇を求めるようになる。もしトゥサンが見ていたこの夢が何かの力によって、 見せられてる夢だったら、あの怪物たちはツさんが言ってる謎の液体を飲んで変化した可能性がありますね。その液体っていうのがちょっと前に出てきた光る粘液なんじゃないですかね。言ってたよね。なんか光る粘液を見つけたって。で、それに触れたか触れないかで、なんか自分が別のあの次元に行ってたと。あるいは幻だったのか。 どうなんだっていうふうなことがね、えっ、ー、と、誰かの日記に書かれてました。ここは何をするとこだあの死体か。あの死体をどうにかしないといけないんだけど、しまったな、ガスグレネード持ってくればよかった。うん。暗死体のとこにドクタグがあるから、それを取れって話なんだと思うんだけど、えー、っと、そうなってくるとバボル？ ガスグレがあったらよかったんだけどね。ガスグレがないから。待って待って待って。大丈夫かで、今なんかメッセージが。はい。え、これはノアイへの日記。 1916年4月30日、ついに公平班から回答が得られた。司令部の予想によると、我々が掘り進めてきた先の壁がローマ時代に作られたトンネル網に隣接している。彼らは今夜その壁を開通させる予定だ。司令部はそのトンネル網を利用して奇襲作戦を展開したいと考えている。 この位置からの攻撃は全てが奇襲と呼べるものになるだろうが、これは戦争だからな。我々だってみんな常に攻撃を想定して行動しているんだ。だが、このトンネルの調査は本当に興味深い。多少でも異物,異物が見つかれば、この場所を活気づけさせてくれるだろう。間違いなく退屈な戦場での毎日を忘れさせてくれるはずだ。 5月9日、今日は将校たちから私に贈り物があった。全く突然の話で、どちらかといえば奇妙な贈り物だった。例のローマのトンネルで見つかった古い記述だ。彼らは私の話に興味を持ったらしい。もちろん私は受け取った。ここのひどい環境の中で現在まで形を保ち続けていた遺物だと思えば、 あまりにも脆く、またあまりにも貴重だ。彼らの要求はできるだけ繊細に扱うことと、私の学識を活用して解読を行うことだ。依然として好奇心が抑えきれない。5月11日、今朝、アケルマンが不詳により死んだ。彼のことは以前知っていた程度だったが、 ここでの良き友人の一人だと思って冥福を祈る。木を紛らわせるために例の記述を調べていたが、驚くべき事実が判明した。これらの記述の起源はローマ時代ではない。この記述はラテン語か、少なくともラテン語派生の言語で書かれているが、その内容には私が知っているどの時代のローマ文化にもつながりが見られない。 問題の記述はどうやら宗教的なことに関する内容か、少なくとも原始宗教に近い迷信についてのものだ。暗闇の先を越えるためにという言い回しが繰り返し現れ、その後に後継という言葉について何か述べている。5月13日、あまり眠れていないが、 これを書き記す必要がある。あの記述は宗教的な本質について書かれたものだ。あれを書いたのがどの時代の人々だったとしても彼らは不死となる手段を発見したと信じていた。そしてこの不死を達成するためにはある場所へ行く必要があるのだと書かれている。彼らはそこをこの世界ではない。 全く別の世界だと考えていた。そこは暗闇に満ちた世界で、その支配者は読めない。私が翻訳できない単語を使っている。とにかくその世界を支配する者がいた。彼らの記述によると、その暗闇の異世界は多くの霊や怪物に満ちている。また空には拷問の苦痛に満ちた悲鳴と死に 瀕した者たちの弱々しいうめき声が響く世界なのだという。これで彼らがトンネルを何の目的で使っていたか分かった。彼らにとってはこれはどこか異教の地獄へと繋がる通路なのだ。記述の内容は狂気地みた話でいっぱいだった。生贄を地祭りにあげる話や、 残虐な例の話、それから暗闇への崇拝のもとに、男女がお互いに行う恐ろしいことについての話だ。彼らはある物質について詳しく述べている。記述によれば、その物質はある種の邪悪な不死性を授けるらしい。私は今夜、巡回任務があるので、その前に寝ておかねばならないのだが、 巡回が終わって戻ったら、この解読作業を再開する。どうやら自分たちとは違う別の人類、うん、が存在していたみたいなんですけど、不死になる方法を見つけて、そして、まあ、異世界ですかね。うん、異世界のものを崇拝していたみたいなことが書かれて,書かれていたみたいです。えー やるか貴重なただけど行くよー、うん、あどこだ見えねえあ,あったあったあった行くよーバボンまた俺もいんも死んだんだけどなんで <laughs> あれいやーこれダメなんだこの距離で、この距離ダメなんだみんなびっくりした。 え、最初からやんもう OK いくよせーのバボン来た,来,た来て来て来てる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  ごめんなさい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 えバレた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 ごめんなさいああワンパンダしかも隠れてるところから襲われたらワンパンダもう何もどうすればいいのどうすればいいのえ難易度高えぞ別にどこ行けっつってんのかねここはさ事前に下ろしとこうか うん、一回一回オンにするのはめんどくさいから消えた開いた開いた開いたあもう一箇所あったね居住区さっきのネズミがいないところこれは組み合わせるとおお松明ができる 簡単,簡単な単なまつを使って暗闇を照らし死肉を食べる動物や捕食者を追い払うことができるこれいいねまあ、ただライターがないとだめだけどオッケーちょっと待って来てんなこれさ引っこ抜ける こう抜くこくとはできない。ちょっとで、消して。大丈夫か。トラップ。そのトラップ回収できればいいんだけどね。えー、紙と紐があった。ドクタグ、ドクタグ。H ・クレマン。クレマンね。OK。9ー。 Night my conscience compels me now as it failed to compel me then. I must do something, even if it costs me my own life. I must do something lest I never sleep again. I must do something or risk greeting hell itself as a relief. I must do something. I go. nande H. Dakara, A. うん、ここにあったね、自分のドックタグ。まあ、何かクレマンはひどいことをして、それに対してすごく後悔してるから、まあ、その、うん、ことについてどうにかしなければいけないって言ってる。日記の内容としては、クレマンは、まあちょこちょこ出てきてますけど、何かしら大きな失敗をしてしまって、それについてすごく後悔してると。で 両親が痛むから、どうにかその失敗したことを償わないといけないって言ってますね。そうしないと、もう俺は眠れなくなるってうん。全く眠れなくなるかもしれないからどうにかしないとって言ってます。あ、写真あった。これは誰だ 誰の写真ですか、ね、えっ、ー、とあトランブレあみんなランベールうんこの写真ランベールのえっさ持ちだったのランベールってマジか多分ねクレマンのとこにライターあるんじゃないですかねここで手に入ったってことは。 来来来てててる来てる来てるなかなか近いよ向こうだ隣にいるえー、っと誰の手紙シュナール二等兵恐怖と妄想7月15日我々の中にレイナールを殺した犯人がいると フルーニエが言い張っている。レイナールの目玉は頭蓋からえぐり出されていた。下もちぎられた状態で、確かにレイナールは我々全員から嫌われていたが、こんなことができる奴はいない。戦争は残忍だが、そこに感情はない。現代の機械化された戦いでは、遠くの兵士に向けて撃つだけだ。だが、犯人が誰にせよ この犯行は残虐な感情を持ったものによってすでに近い状態で行われている。我々全員の身の安全が心配になってきた。ちなみにあれだよね。ローマのトンネルが見つかったのが5月だから、まあ、そっから2ヶ月経ってるんですよね。だから、ローマのトンネルにいたこの怪物たちは2ヶ月かけて、この、うん。 ま、えっとこの塹壕をいる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 あ隣にいる隣に塹壕じゃねえかこのバンカーを侵食していったんですねやっぱレンチかレンチがないと開かないっぽいレンチどっかあった気がするんだけどねどこだったっけじゃ物投げてみる 開くかどうかわからんけど無理かレンチだレンチレンチかまあ爆発物それで開くみたい細ここかないよねでこっちがネズミがいるとこうんここねあそこはまだ行けないおうおうおうおおおおお はい。ガスグレか。ガスグレ使うにはね、ガスマスクがないと自分もダメージ受けますよね。あ、ここ、現像室だ。あー、これ騒いでますね。食堂で。レイナールですかね。なんか酒が好きって話してましたし、日記で。ここはセキュリティ、警備室。 くえー、っと、更新された。警備室の鍵を見つけろって感じか。ここはまだ。一回戻る。はい、いない。大丈夫。えー、っと、自分のはここだよね。クレマン。えー、番号は5492。 8th right eh? of July, mid afternoon. Joubert needs a scout for tonight. Routine patrol. Out to the communication wires and back. It'll be cloudy. Good cover. Easiest patrol possible. Sergeant wants me or Augustin to go. He still suspects one of us might have been with the mutineers. But I won't be going. How can I be so sure? Well, Augustin has agreed to a friendly game of chance to determine which of us it will be, and, using an old sleight of hand trick, there's no way I'll lose. <laughs> no, Augustin doesn't have a chance because I'll ensure he doesn't. Me? A scoundrel? <laughs> Perhaps. But when he returns and I remind him of the time he pissed in my flask, or the mysterious lice that appeared in my bunk, or the incident with that barmaid. Well, I laughed in those cases, and he'll laugh in this one. Eighth of July, near midnight. Shelling again somewhere along the line. Them firing at us. I'm sure we will fire at them again soon. I hope Augustin's having a simply marvelous time out there. <laughs> I can't wait to tell him what I did. 9th of July, time unknown. It must be just before dawn. When the shelling stopped, I woke. The sudden silence always does that. Augustin's bunk is empty. I went looking for him. He wasn't in the mess, nor being seen by Dr. Jasinski, nor lurking out for a final smoke. Dax was on patrol. I asked him he said augustin hasn't returned from the scout he said the words like he was pronouncing augustin's death as if scouts don't come running back at all hours as if as if it wasn't just a routine patrol as if all hope was lost now the shelling is starting again uh, we'll try to sleep 9th of july morning it has been hours now, and Augustin has not returned. His luck did not hold, and neither has mine. What could I have been thinking? If he is gone forever. But I do not want to write it, for fear writing it will make it real. I will continue to wait in my bunk until dusk. And if there is no sign of him, then. then. then I do not know. The priest keeps staring at me. Lies my sin. 今ね、一通りこの日記、うん、改めて読んできたんですけど、簡単にまとめると、この 日記の内容は、クレマンの日記のところどころに出てきた罪の真実です。まずは、こちらに書いてあるオーガスタンなんですけど、これはランベールのことを言ってます。それで、ジュベールっていう上官から、夜にランベールかクレマン、どっちかが巡回しに行って来いっていう命を受けてたみたい。で、どっちが行くってなって んんだだと思うんだけどそこでクレマンが提案したのが賭け事をしてその勝負に負けたやつが今夜巡回に行かないかっていうことを言ったみたいですそれでランベールもその勝負に乗ったんですけど実はこの勝負っていうのはクレマンがイカ様をしていいたたみたいどちらかが巡回に行くかかけてちょっとした勝負を行うことにしたら彼は乗ってくれたんだ 古典的なイカ様を使えば負ける可能性はない。こういった文がね、書いてあるんですね。それで皆さん、あの、第1回目の動画で、クレマンがランベールを穴から救出するところあったと思うんですけど、その救出する前に、ある、まあ、ムービーシーンが流れたのを覚えてますかそこでは、ランベールとクレマンが掛け事をしてて、 ランベールが、ああ、そ負けちまったみたいなことを言ってて、今夜、うん、巡回があるんだよなっていう、そういったムービーシーンだったんですけど、あのシーンは、ここの日記のことを表してたみたいです。で、えー、次なんですけど、まあ、イカ様でクレマンは買った結果、ランベールは、えー、巡回に行きました。 クレマンとしては、このイカ様は冗談のつもりだったみたいで、お互い冗談の試合をね、あの常に仲が良かったからしてたみたいで、ランベールはね、クレマンの水筒におしっこをしたりとか、なんか、ようわからん白身をね、うん、寝床に <laughs> 持ってきたりとか、そういったことをね、していたみたいです。で、今回は、まあ、その仕返しってことで、イカ様をしたみたいなんですけど、 ランベールが帰ってきた後にネタバラシとしてすまん、あれはイカ様だったんだ、ごめんねっていう感じで終わらせるつもりだったみたいなんですけど、クレマンが寝室で寝て起きてみてもランベールの姿がなかったみたいです。そこでランベールはどこにいるんだっていうことをジョシンスキー医師とか、うん、他の人たちにも聞いたんだけど、ようわかんないっていうことで、 ようやく同じ巡回任務に行っていたダックスっていう、うん、兵士をえ見つけて、ランベールはどうしたんだっていうのを尋ねたら、ランベールは巡回から帰ってこなかったみたいなんですよ。このことを聞きましたけど、まあ、クレマンとしてはどうすることもできないんで、とりあえず寝ることにしたみたいで、で、また寝て起きて、ランベールの 死んだいかなうん。寝床を見てみると、やっぱり、ランベールはいなかったみたい。この行方不明になった原因っていうのが、クレマンがイカ様をしたことによって、巡回に行ったのが原因なんですよね。この日記の最後には、大したことじゃないと思ってた。あれはただの冗談だと思っていたんだ。あんなこと考えていなかった。そして、それこそが私の罪だ。 これが今まで撮ったクレマンの日記に書かれていた罪の真実です。それでクレマンがランベールを穴で見つけて救助するシーンなんだけど、あれってこの日記の続きなんですよね。 ランベールが帰ってこんかったから巡回ルートを捜索していたら穴に落ちてたランベールを見つけてクレマンが救助した。あそこに、うん、つながるんですよ。この日記を見てる限りだと。ちなみに日記の日付が7月の8日とか9日になってるんですけど、クレマンって女子ンスキー医師の記録が正しければ7月の7日 にはもう入院してるんですよ。だから本来この日記に書かれてる出来事が起きるのは7月の7日より前の話なんですけど、で、なんでこういった書き方がされてるかっていうと、これはまあ自分の予想なんですけど、入院した後に忘れないために書いた日記なんじゃないかと思います。助ョンスキー医師の記録には記憶の 欠落が所々あったりして、また昏睡状態になったりするっていうことが書かれてたんで、おそらくクレマンにはそのことは告げてると思うんですよね。だからクレマンは自分が犯した罪を忘れないために日記として書いて残してたんじゃないかと。だから日記に書かれてる日付が7月7日、 にななってるんじゃないかと推測しますはい、まあ、日記の内容としてはそういった感じです。えー、っと、で、待って、あー待って、写真があった。あ、ランベールだ。こっちがクレマンみたい。クレマンの顔は分かってないんだよね。ランベールはもう見たから分かってるから、そうだよね。消去法で行くとこっちがクレマンになります。 あ、ランベールって書いてるじゃん。ね、ここに。うん。あれでも、これさ、パッと見、ヘンリーって読めませんヘンリー・クレマンなんだ。だから、コードのとこに、うん、H ・クレマンって書いてあるんだ。H はヘンリーを表してる。つまり、アンリー・クレマンってなってるけど、これは500っぽいね。 まあ写真があるってことはそれだけ仲が良かったって証拠ですよね。で、弾ゲット、弾ゲット。ちょっと待って。嘘でしょ。キーアイテムないよ。ライターがないと使えないかんね。あ、待って待って。弾ここに出るみたいね。弾は別枠があって、取ったら、うん、ここに格納されるみたい。落ち着け。あった。ライターは誰 えい郎その人のがないと、これは使えないね。うん、この人のドックタクがないと。えー、あのネズミに食われてる人なんですかね。あ、レンチあった。うん。これでタクト開けるんだ。破 <laughs> ってきた 危ない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 ,危ない,危ないあやばい扉が,扉が壊されたみんな扉が壊された笑えない来てる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 待て待て扉が壊されたんだけどクリ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 ロックさすがに鉄はね破ってこんでしょう。 あバカじゃないのあいつこっちもあやばいやばい危ない <laughs> 怖,怖すぎ <laughs> 助けてよみんな怖いよこれあセーブしようセーブしようセーブしようちょっと明かりをつけた状態でうん見に行こうか もしかしたらどっかに A 二郎のタグが落ちてる,ちてるかもしれませんそれか明かりをつけたらネズミが消えてるっていう可能性もあるからえっとあここはつかないのかええー、だから松明だやっぱあそこはうんどうやってもあ鍵 鍵が収納されてる場所があった来てるえー、取りこぼしはないかやっぱ見やすいねあここ行ってなかった悪悪悪悪トラップあるいや無理無理 <laughs> 無理行きたくないトラップの解除方法を知りたいね ないかいまあ光あるからうん大丈夫あった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 バツって書いてトラップだあく来る来る来るまずいまずい。来てる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 来るかあーダメだ ごめんせーのえっ、ー、とライト消しておーおーおーあ、トラップは踏む早くどっか行け消えた ああ。いやー、出ていかんな、こいつ。全然出ていかないってことは、売っておっぱらいって言ってんですかね、これ。あ、消えた。ガチで消えたよ。結構時間かかんね。戻ってはこんかった。あ、ここに来んだ。 ここに来んのかんあ、ここに来んだ。なるほど。こっちは関係ないね。消して。こっちだ。いや、こっちもトラックか。えぇ、ー、どこにあんだよ、ドックタグ。 いいよポケー逃げた逃げたやっぱ撃つのは効果的だねあドクターがあった取れるかね やっぱ追っ払わないとダメだねさっき追っ払えたもんねいったら今んち今んちオッケー取った A フォルタン行こうなんだこれ中取ったよ これなんだ発煙筒だって燃焼時あーはいはいはいトラップで引っかかったよねこれにこれに火がついて燃料に引火したよね確かあれ待ってドックタグちゃんと見てなかったあった7271何が入ってる まじか、キーアイテム入ってないわ。フォルタンのとこ。はい。それではね、本日はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回でね、兵士の移住区のところはクリアできるんじゃないかなって思ったんですけど、そうはね、問屋が降ろしてくれませんでしたね。あと、化け物がね、結構積極的に暴れ始めたんで、 ちょっと注意していかないといけないですね。なんかダメージを受ける形式かなって思ったんだけど、ワンパンでした。だからまあ見つかったら基本撃つ。それか逃げるですかね。逃げるってできんのかね。まあ、そこはよくわかんないけど、見つかったら対抗できる手段っていうのは、あの少ないんで気をつけていかないといけませんね。おそらくなんだけど、例の警備室ですかね。あそこに鍵のボックスがあったんで、 あそこを支流弾で吹っ飛ばす。うん。そうすればキーアイテムが手に入るって感じかもしれないんで、次回はちょっとあの支流弾使って、うん、どっか部屋壊して探索、探索していきたいと思います。はい。まだまだね、続きそうな感じがするんで、よかったらね、ええー、続き見てやってください。はい。それでは島津のアムネシア、 ザ・バンカーになりました。失礼させていただきます。バイバイ。